カラコン通販のクイーンアイズがお届けするプリティビー始まるよ。はい、皆さんこんにちは、佐藤ノアです。今日はですね、私のカバンの中身を紹介していきたいと思います。カバンの中身は私のチャンネルでもたまにやってるんですけど、ちょっと久しぶりになると思うので中身も少しは変わってるかなという感じに思います。それではですね、まずカバンの紹介からしていきますね。カバンは結構ちっちゃい方が好きで、これはエモダっていう109とかに入ってるお姉さんっぽいブランドのやつですね。横がね、なんか編み込みみたいになってるんですよ。ちょっと可愛いかな。黒いカバンを使うことが多いです。黒いカバンで大体このサイズぐらいですね。顔1個半ぐらいのやつがわかんないか。 iPhone と比べるとこんぐらいですね。 11 Pro です私は、まあ、iPhone 縦に3つぐらい入りますよぐらい。まあ、なんかカバンがなんか小さい方がいい女っていう説を聞いたので、割と小さめのカバンなんですけど中身がぎゅうぎゅうに詰まってます。 あとはですね、カバンは結構ね首から下げれるタイプが好きで、なんか両手が開くのが結構好きなので、ほぼ私はショルダーバッグなんじゃないかなと思います。まあ、よくね使ってるカバンの紹介とか自分のチャンネルでもやってるので、ぜひ見てみてください。開けてみます。じゃん。まずは上から紹介していきますね。あの結構ギュギュに入ってるんで、まず一つ目はキーケースですね。キーケースはミューミューのものを使ってます。結構前に買って、で使ってなかったんですけど、いろんな方にいただいたりとかしたものを使ってたんですけど、最近買えて自分で買ったやつにしました。中にね箱根神社のお守りが入ってます。厄除けお守りが入ってますね。鍵に入れてたら無事に家に帰れるかなっていう感じで、よくから守っていただいてます。こんな感じのちっちゃいキーケースを使ってます。持ち物がもともとはすっごいピンクが多かったんですけど、最近やっぱねおとなしくになってきましたので、ちょっと変わりつつありますね。まあ、これはピンクですね。次、お財布です。はい、じゃん。お財布、先日23歳になりましてお財布を買いました。もともとヴィトンのピンクのねやつを使ってたんですけど、私シナモンが好きなのでサンリオのキャラクターで、その影響でですねお財布も水色にしました。これはねクロエの財布です。まあ、クロエちょっとなんか大人ブランドじゃないですか。でちょっと憧れててクロエのお財布にしました。チャームはね取り外しできるらしいですよ。これは佐藤のSですね。シュガーのSです。お金はいくら入ってるんだ。1,2,3,4,2万4,000円入ってます。まあ後輩にご飯をおごれるくらい入ってますね。はい、とスタバカードが入ってます。そんな感じですね。お財布かわいいでしょ。次、鏡ですね。鏡ね長く使ってますね。ジル・スチュアート、はい、ジル・スチュアートの鏡です。これはねファンの方に1年以上前にもらったやつなんですけど、まあ、リップとか直したりとかするときに使うんですけど、まあ、こうやってやってるときにちょっと見た目が可愛いかなと思ってジルの鏡はずっと使ってますね。ジルの鏡はねプレゼントとかにもおすすめですよ。本当にもらってあの嬉しいですからね。可愛いものが好きな女の子にはプレゼントにぴったりなので、もし見てる方で男性の方がいらっしゃいましたらぜひおすすめでございます。次、あー無難に日焼け止めですね。日焼け止め私本当にいろいろ使うんですけど、これはサンプレイのクリアウォーターですね。コントロールカラーにもなるので、これ青っぽい感じなんですけど、ちょっと出してみますよ。結構青くないですか。これをねこうやって伸ばすとね透明感がある肌に、ね、なるんですね。だから最近この青のやつを使ってます。まあ、けどほぼ日替わり日焼け止めは。あとはじゃん、メガネ。こうやってやっていけないですけど、はい、メガネです。顔隠しよなんか普段結構マスクにメガネしてることが最近多くて、ダブルラバーズっていう、ハニーミーハニーっていう私がいつも買い物してるあのアパレルショップで買いました。これはあのメイクしてない時とかにするよ。仕事に入る時に基本的にメイクさんにメイクしてもらうのですっぴんで入ることがすごい多いんですね。でそれでちょっとなんかすっぴん隠しみたいな感じのメガネです。こんな感じですね。まあ、こういう感じで自撮りとかしても可愛いんじゃないでしょうか。大きめのメガネです。下がふわってなってる形が好きですね。ダブルラバーズのメガネは結構おしゃれなので4個ぐらい持ってます。次、香水が入ってますね。じゃん、香水です。これはねジョーマロンロンドンのピオニー&ブラッシュスウェードコロンというやつですね。この匂いはね好き嫌いは多分分かれると思うんですけど、まあ、だからあんまりたくさんはつけてないんですけど、夏の夜遊びみたいな匂いがします。なんか海夜みたいな感じのちょっと夜遊び香水になってますね。結構減ってるんですよ。割と使ってるから、ほら
モデルのお仕事する時とかはお洋服が借り物だから、その匂いとかつくといけないので香水をつけないんですけど、まあ、だからプライベートでちょっと遊びに行きたいなっていう時にはこれをプシュってつけたりとかします。次、コスメ系もねいくつか入ってますね。こちら、はい、有名ですけどエレガンスのラプードルのオートニュアンスの5番ですね。これね、底見えコスメです。私使ってるよって、ちょっとね、あの値段がねハイなんですよね。大事に大事に使ってます。一回落として本当にあー大へこみみたいなことがあったんですね。落とさないように気をつけて使ってます。あとはですね、最近はファンデーションも持ち歩いてますね。ちょっと上向きにしますね、反射するんで。クレドポーボーテのタンクッションエクラのオークル00っていう色なんですけど、 SPF25 で PA が3プラスなので紫外線もね結構防止してくれます。まあ、もちろん顔に日焼け止めも塗るんですけど、塗った上で一応ちょっとみたいな。でこれ、このファンデーション結構薄付きなので、まあ、ナチュラル志向の方とか、あとこのファンデーションちょっと薄付きにしてこのパウダーをね重ねると割とマスクにもつかずにメイクが落ちないっていうのがありますね。だからこれ、この2つは私の肌のお気に入りたちです。次、意外と入ってたリファ。リファは有名だと思うんですけど、結構ね持ち歩いてます。なんか撮影の時とかに朝早いと顔が結構なんか大丈夫ぐらいむくんでたりとかするんですけど、その時にこうやってやったりとか、意外とねここら辺の首、リンパっていうんですか、ここら辺ちょっとわかんないんですけど、人体についてここら辺をコロコロすると顔がシュッとしますね。なのでこれ持ち歩いてます。あとはじゃーん、なんぞこりゃって感じだと思うんですけど、これはアンカーの充電器ですね。携帯の充電器です。満タン、はい。まあ、携帯の充電、まあ、あんま切れないんですけど、朝の5時半から夜の11時までみたいな時はたまに切れる時があるんで、充電器は必須ですね。持ち歩いてます結構。はい、お次リップですね。リップクリームです。キールズです。キールズのバタースティックリップトリートメント、これもね SPF 入ってます。なんか唇も日焼けするらしいんですよ。これはね本当に1個あると全然違う。冬もめっちゃ使えます。超おすすめ。プレゼントにもおすすめ。あとはこちらですね。でーん、ちょっと一瞬なんぞやとなる、このイニスフリーのグリーンティーシードアイ&フェイスボールってやつなんですけど、これもリファと同じでむくみ対策アイテムですね。これね、ここをねプシュって押すと、押します、プシュ、なんか出てくるんですよ。なんぞやって感じだと思うんですけど、これを、まあ、ちょっと今メイクしてるからあれなんですけど、この目の周りとか、あとここの小鼻のね横とかにこうやって塗るんですね。こう、まあ、結構量も多い、伸びもいいんですけど、でこれを伸ばすとむくみが取れるっていうやつなんですけど、まあ、寝る前とかにやるのがいいんですけど、まあ、朝早すぎみたいな時とかはもうこれしてリファして移動の車でねしてっていう感じでやってますね。で結構ね保湿力もいいので肌もすべすべになります。なんか匂いはねグリーンティーシードっていうぐらいですからね、緑茶っぽい感じの匂いなんですけど、まあ、でも結構ね爽やか系の、緑茶って感じほど緑茶じゃない、すごいいい香りです。これはね私のヘビロテアイテムですね、撮影の時。最後はですね、エアポッツです。見て、宇宙人みたいな書いてるんですよ。まあ、耳につけるんですけど、こうやってあれがあるんですよ、ノイズキャンセリング。だからこれつけたらもう外界じゃないやなんていうか、外の世界の音が全く聞こえないですね。新幹線とかに乗るときとかはもう一人になれて最高です。何も気にしなくてみたいなそうで、音漏れもしづらいので、もう結構手放せないアイテムにはなってますね。そうで、なんかあの携帯用の充電器でもうこれも充電できるので、まあ、音楽はねちょっと前まではパンクが好きだったんですけど、最近は J-POP を勉強中です。歌のチャンネルもやってるんですけど、歌のチャンネルで、まあ、なんか歌えそうな曲とかをいろいろ聴いたりとかしてますね。なんかおすすめの曲あったらコメント欄でぜひ教えてください。あとはね、あのアクセサリーを今つけてるんですけど、普段はね持ち歩いてます。その結構衣装とかの時に外さなきゃいけないっていうのが多いんですけど、やっぱ帰りはアクセサリーついてる方がテンション上がるので、アクセサリーもちっちゃい袋に入れて持ち歩いたりとかしてますね。今日もなんか指輪とかいろいろつけてるんですけど、これはリッキュエムっていうブランドですね。これはビーホリックっていう韓国のブランドのクリアのタイプのやつです。でこれがマークジェイコブス、腕もなんかついてますね。これケイトスペードでファンの人からもらったやつです。耳はザラですね。そうピアスも結構空いてるのでいろいろ楽しんだりとかしてます。まあでも荷物は基本少なめが好き。でも割と入ってましたね。
自分が思ってる以上に結構入ってました。まあ、で身につける系とむくみ対策、日焼け対策とかが多かったですね。そんな感じです。はい、ということでですね、本日は私のカバンの中身紹介でした。本当になんか思った以上に入ってて私もびっくりしたんですけど、まあ、ちょっとでも参考になったらいいなと思います。この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価と、よかったらコメントもぜひぜひお願いします。それでは、バイプリー。